こんにちは、ズイフーさんです。今日はね、星野源さんの運勢を見ていきたいと思います。ご結婚おめでとうございます。昨日ね、新垣さんとの相性をね、やりましたけども、今日は、単独ではね、占ってないということなんで、単独でね、占ってみたいと思います。パッと見た瞬間、映画「レオン」ですかとね、いうことでね、ジャン・レノさん主演ね、レオンの中のジャン・レノさんですねと、いうことですね。ジャン・レノさんスナイパで、少女にスナイパーとしての心得教えていくそういう役割。ですから、ただのね、教える人だったら、吉田松陰。本来ならね、吉田松陰ですねってところなんですが、そうではないと。だから、運勢的に、北村一輝さん、あるいは、竹内、力さんという運勢してますんでね、北野武さんみたいなね、運勢してますんで、これはもう闇の教えみたいな、よくこう、なんか闇の世界で生きるにはもうこうしていくんだよとね、だからもうスラム街みたいなね、ちょっと危険な街にね、ちょっと遊び行こうとね、そしたらこういうね、友達が出てきて、いいかこういう時はこうするんだみたいなね、そんなようなね、ことを教えていく、一つずつその教えていく、そんな役割。パッと頭に浮かんだのは、あ、レオンだみたいなね、ことで、天才スナイパー、ですが、ある少女とね、出会って、その少女をスナイパーとして教えていくという映画、それがね、頭に浮かんできました。そしてね、望みたくてそれ望んだわけじゃないんだよとね、ジャン・レノさんも望んで、もう将来の夢はスナイパーですっていう人ね、いないわけですよね。なんかのその理由があってね、殺し屋になったということですね。ですから、そういう事情、そうならざるを得なかった、ね、貧乏だからもうとにかくね、貧乏だからケシの花作ってましたね、それしょうがないですっていうね、そういう状況ですよね。どうにもこうにもいかない状況、そういう状況っていうのはね、象徴している運勢ということなんですね。そこで一番ポイント、結婚でね、その一番ポイントとなるのはね、そういう大変な境遇だから、平和的な人と結婚しなければいけないっていうね、絶対条件があったわけです。ガッキーは平和です ね、そういう意味から言うとね、平和とか平和じゃないっていうキーワードがない、そういう運勢です。だから、よく言えばね、全く平和で、幸せみたいなね、お父さんとお母さんもすごいハッピーで、家族もハッピーで、みんな仲良くして、いいねーみたいな、そこまではいかないんですけどね、そのガッキーの場合ね、本当はそういう人と結婚することが絶対条件、ね、それでないと、その何かこう無理して頑張るとか、要するにその公がプライベートに入ってくる、仕事を家に持ち込むっていうね、ことになりますんでね、家族の平和なプライベートが守られないということでございます。ですのでね、こういう運勢の方はもう絶対ね、そういう平和的な人とプライベートをちゃんときっちり分けられる人と結婚すべきだと思いますし、そうですよね、
コンポジットチャートでも2人合わせてね、太陽と月がトラインだったんですね。だからこれはもう理想的、ただね、気になるのは昨日の天体配置でね、昨日の天体配置ってやっぱ太陽が大牛で、ね、月が獅子ということでね、スクエアの配置だったんでね、今日にしてくれないかなっていうね、できれば今日にしてもらいたかったんだけどねみたいな大吉とか大安とかね、大安とか仏滅とかね、もう全然もう天体配列関係ないから、ね、あれはね、大安だからっていうね理由だっていうことですけどもね、仏滅でいい天体配置だったらそこでね、結婚式と入籍進めますよ絶対ね。ですんで、あんまりね、そういう慣習にとらわれるのはどうかなっていつも思ってるんですけどね。まあ気持ちの問題で、まあ大安だからとかね、まあいうことなんでしょうけどもね。そしてね、女性人気ということでね、ものすごいです、女性人気。ね、非常にこう、色気のある方。ですのでね、自分の色気を使って何か仕事をするっていうね、ことはもう適してるわけです。まあそれはもう皆さんご存知の通り、逃げ恥でもそうだしね、歌手活動ね、そういったものもそうだしっていう。ですからまあこういう方ってね、もう本当に性的エネルギー、そういったものをね、身につけてますし、そう知ってるんですよ。その活用の仕方も知ってる。ですのでね、それを利用してっていう、玉の輿に乗る、逆玉に乗る。ね、だから玉の輿に乗れる女性とかね、逆玉できる男性ってね、やっぱりこういう配置持ってるんですよね。ですからこういうのを使ってね、権力を手に入れる、ね。性的魅力を使って権力を手に入れる。生体号ですかみたいなね、人はもう多いことは確かですよね。ですのでね、まあ俳優としてもう間違いないということですよね。で、実際の演技はどうなんだということになりますとね、これも非常に面白い演技で、やっぱり田村正和さんがね、その運勢でも徹底的にね、集中してやる、 NG 出さないとかね、ですからもう非常に確実性があるとかね、カリスマ性があるとかね、そういったことですから、まあカリスマ性があるとかっていうのはもう本当歌手活動でもね、皆さんご存知の通りとこういうことになると思います。そして蜘蛛膜下出血というようなね、ことなんです。実はそれは出てます、ね、で、やっぱり血管系ですよね、細い血管系には注意してもらいたい運勢ということでね、そういったことが出てるんでね、まあ、パッとこう見てね、まあでも若いうちからね、蜘蛛膜下ってあまりね、もう気にもしないと思いますし、鑑定でもね、実際こういう運勢の方来られてもね、いや蜘蛛膜下とかね、そういうことって多分言わないと思うんですけどね。で、やっぱりね、じゃあ病気を見るっていう場合、ああやっぱりみたいなね、ことで血管ということがやっぱり出てるんですよね、占い的に。で、もうもっと細かく言うと動脈と静脈っていうね、まあ動脈っていうのがまあ大動脈、静脈っていうのはその戻ってくるね、心臓に戻ってくる方のね、脈ね、静脈、ですんでね、その静脈という意味があるんですよね。ですからその静脈どうのこうのっていうことですから、まあもちろんね、その血管とかって
ていうね、ことにも関係してくるわけです。ですからね、こういう方って、あ、や野菜食べた方がいいのかなとかね、血液サラサラにしなきゃいけないのかなっていうことはね、やっぱりこれからもね気をつけてもらいたいと思いますし、まあ食生活でね、その活気もね気を使ってくれると思いますし、あるいはご本人もね注意していただくということになると思います。そうですね。で、まあ非常に集中した演技力っていうことになるとね、集中力とかものすごいんでね、どんなね難しい役でもね、きっちりとねやってくるとこういうことは思われますし、非常にねアドリブもね、やっぱりすごいとこういうことですよね。アドリブ力、ね、ジェームス・ディーン的なねアドリブっていう、そういう感じがしますよね。ですから、まあ役者としても歌手としてもね、非常に楽しみな運勢をしてます。で、天体がね固まってるんですよね。だ、西に固まるのか東に固まるのか、あるいは上に固まるのか下に固まるのか、これね出生時間分かればね、どっちに固まってるかっていうのも分かりますし、ご本人見てればね、だんだんこうじっくりね、見ていくうちに、どっち寄りかなっていうねことも分かると思います。ですから、まあ出生時間分かればね、またやってみたいと思います。とにかくね、頑張っていただきたいと思いますし、とにかくねご結婚おめでとうございます。それではまた。チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。それではまた。さよなら。